ビジュアル系のファンの多くは、いろんなことを悩んでいたり、道を見失いがちだった。そんな人にとって、一つの道しるべになるように心がけた。ある種のメンター、心の指導者、助言者であるべきと認識した。もちろん、音楽はそれ自体が救いにはなる。だが、もっと具体的に、こういう時にはどういうふうにしますか?というような質問に、それぞれの状況における考え方や答えを明確に話すようにした。こういうふうにするべき、考え方はこう持つべき、はっきりと言い切る。そんな一つ一つの言葉を積み重ねていくうちに、ガクトのインタビューを読んでいると勇気が出る。元気が出る。諦めようとしていたけど、もう一度頑張ってみる。そういう言葉がファン一人一人から返ってきた。苦手だったインタビューは、僕のメッセージを発信する大切な場となった。訓練をすれば、ネガティブだったものも、プラスに変換できる。お前にとってネガティブなものは、お前の思考一つで、すべてがポジティブなものになる。